成長ホルモンをガンガン出して健康になるたった2つの方法。成長ホルモンっていうのは子供の頃一番出てるんですよ。子供の頃どのぐらい出てるかってこのぐらい出てるわけですよ。このぐらい出てるんですね。だから身長が伸びるし、どん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 もうあっという間に大きくなっていくんですけど、それは成長ホルモンがガンガン出てるわけですね。高校過ぎて20歳ぐらい皆さんの身長が止まるわけですね。高校生から20歳ぐらい、人によって20歳ぐらいでもまだ身長伸びるっていう人もいるかもしれないですけど、だいたい20歳ぐらいを過ぎると成長ホルモンがドーンとこのぐらいまで下がるわけですね。小学生中学生でこのぐらい成長ホルモンがバンバン毎日出てたのがドーンとそのぐらい下がるわけですね。あとはぐーっとしてさらに年とともにどん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 下がっていくわけです。成長ホルモンっていうのはこのように子供お子さんの場合におきましては毎日ガンガン出てるんですけども、大人になると出ないです。基本出ない。じゃあどういう時に出るのっていうと、成長ホルモンが出るタイミングが2つしかありませんね。運動と睡眠です。成長ホルモンというのは子供の場合はそういうふうに身長を伸ばしたり筋肉を作ったりするという成長するという意味合いがありますね。大人になると例えば筋トレとかして筋肉もりもりになりたいぜっていう時も成長ホルモンが必要ですから、筋トレとかしっかりやると成長ホルモンが出て筋肉が増えるっていうのはもちろん大人においても言えるんですけども、もう一つ成長ホルモンの重要な効果っていうのは疲労回復ホルモンです。一日の疲れを回復するという作用が成長ホルモンにあります。あと新陳代謝を活発にしたりですね、内臓の働きを整えたり、あるいは免疫力を高めたりという健康の効果っていうのがあるんですね。なので成長ホルモンが出ないとどうなるかっていうと老化しますよね。分かりやすく言うとものすごく老化が進みますよね。アンチエイジングのためにどうしたらいいかっていうと、一つは成長ホルモンを活発に分泌させるといいということが言われてますね。なので子供の頃はバンバン成長ホルモンは出ていますけど、大人になると出づらくなる。ですから意識的に出さないといけません。そのための方法を今から言いますね。成長ホルモンをバンバン出す方法ね。一つは運動です。運動でじゃあどういう運動が成長ホルモンが出やすいのかというと、30分以上の有酸素運動ですね。それも中強度以上、分かりやすくジョギング、もしくはスポーツジムで、私とはエクササイズのようなエアロビやってますけど、それももちろんいいです。30分以上の中強度以上の汗が流れるような、あーいい運動したわーっていう風に思えるような運動、これを30分以上すると成長ホルモンが出ます。じゃあ10分では出ないのかというと、出ます。出るけど30分でやるとバーッと出るんですけども、10分でもちょびっとは出るんですね。朝散歩15分をしても出るんです。これはだから運動しただけ出る成長ホルモンね、というふうに考えたらいいと思いますけど、目安として30分以上の有酸素運動をすると成長ホルモンが結構出ますよってことが言われてます。じゃあ筋トレでは出ないのかというと、筋トレでもものすごく出ます。なので筋トレもいいです。ということで、そういう運動を定期的に習慣の中に入れていく、もしくは朝散歩のように毎日の習慣の中に入れていくということで成長ホルモンは出ます。あともう一つね、寝てる間に成長ホルモンを出すっていうのは一番簡単なんですね。だって寝てる間に出るんだから。成長ホルモンは寝てる間のいつ出るかというと、人間の睡眠っていうのは深い睡眠に入って浅くなり、深い睡眠になり浅くなりっていう、この睡眠のサイクルを深い浅いを4から6回ぐらい繰り返すんですね。そのうちの一番最初の深い睡眠の時に成長ホルモンがドカーンって一番出ると言われてますね。つまりじゃあ一番最初の睡眠を深くドカーンと眠るにはどうしたらいいかっていうと、眠くなった時に寝るってことですね。眠気が出た時に布団に入るとふっともう一瞬で寝落ちして、ふっと深い眠りに入るって皆さん経験してますよね。なので眠気が出た時に眠ってストーンと睡眠に入るというのが成長ホルモンのコツです。とはいえなかなか眠れないという人が多いですね。そのためには寝る前に睡眠に悪い生活習慣をやめて睡眠にいい生活習慣をするということです。分かりやすくと、スマホを寝る前に2時間以内に、あるいは寝る直前とかに見るとものすごい健康に悪いですね。成長ホルモンが出なくなりますね。なぜかというと、スマホのブルーライトという波長は朝日のですね、この青空の波長と同じなわけですよ。だから寝る前に皆さんがベッドでスマホをパッと開いて、誰かから今日 LINE 最後にメッセージないか確認しようってパッと開いた瞬間に、脳の中で朝だー、眠気さん、はい眠気抑えましょう、もう朝になりましたんでお目パッチリにして頭サイサイにしましょうねっていう指令を出すわけですね。そうするともう寝られない、あるいはその状態で無理に寝ても深い睡眠に入らないから成長ホルモンも出ないってことなんで、スマホを寝る前に見る、特に寝る直前や寝る30分前に見るっていうのは愚の骨頂というか、睡眠を破壊している、睡眠の質でいうと睡眠の効果というものを限りなくゼロにリセットしてしまうっていうのが寝る前のスマホですよね。なので成長ホルモンも当然出なくなるし、深い睡眠にも入れなくなってしまうんですね。頭も体も朝起きた時の状態にいきなりなってしまうわけですから。なのでスマホをやめた方がいいですよって言ってるけど、この成長ホルモン的な観点から言ってもですね、ものすごくよろしくないということが言えるわけです。ということで成長ホルモンについてかなり詳しく解説しました。ということで成長ホルモンは大人になるとものすごく分泌量が減りますよ、だから運
動と睡眠という形でしっかりと成長ホルモンを出していかないといけませんよ。成長ホルモンを出すことによって疲労も回復するし疲れも取れる、次の日バリバリ働くために必須のホルモンでございますので、皆さんも意識的に成長ホルモンを出すため運動と睡眠、睡眠運動、朝散歩いつも言いますけど運動と睡眠、あと朝散歩すると太陽の光を浴びてから15時間から16時間後に眠気が一気に出てストーンと眠気が入りますので、睡眠運動朝散歩、これも成長ホルモンを出すコツでもあるわけですね。ということで成長ホルモンを出して健康に毎日バリバリとハツラツと活動していきましょう。精神科医カバサーショーのカバチャンネル、毎日の動画を見逃したくない方はチャンネル登録をお願いします。登録はこちらから。